今回は、リバースダンジョン、全滅の雷帝やっていきたいと思います。メンバーはこんな感じで、風属性が弱点ということでクラウドに来てもらって、で、白入れてるのは、あれなんだよね、ジャンプをしなきゃいけなくて、で、ジャンプできて一番いい感じなのは白かなと思って白に来てもらいました。で、白のね、叫ぶを入れつつ行こうかなと。で、フレンド様ゆうすけさんのモブのお守りをお借りします。動画的に借りるのは初めてかな。踏みとどまるにしたくて、魔力下げてジャンプ攻撃して風属性攻撃。はい。ここの主な火力は、クラウドなんで、クラウドに頼っていこうと思います。回復面もね、これだけいれば大丈夫かなとは。切られた。入ってない。あるあるだよね。このジャンプしちゃって入らないみたいな。まだストーンナー入れてないんでね、ストーンナーが入ってくれれば。今度入るまで何もできないな。戦う。白いるうちにシルバーもう一回入れとくか。白にだけ入ってないのよくないもん。まだ溜めます。食らうね、食らうね。シドの叫ぶ、ワイドトフォースか。入ったら、クラウドの攻撃をどんどん。魔法が強いな。魔法が強い。全然出ない。本物の目きれいだな。でもまだいいでしょうね。多分次来てると思うんですけど、来てなかったらちょっとやな。で、クラウドが、バーストをまず入れて、風まとってオーバーフローガンと。変なんでね、そこそこ出るんじゃん。早いよね、なんかいつも思うけど。自分で自分がやってるの見て思うんだよね。ストンラ入れるの早っと思って。なんか、絶対効果切れてないだろうっていうね。よしよし。これで、攻撃力結構上がってると思うんで、どうや。いいね、いいね。ああ、また。まただな。まあ、いっか。
んなもんいくかな、インストはしなくてもおそこ出ると信じてる。うわ強い。おそこパンスト、叩いてるな、ちょっとまずいな。今のアサイラン打つべきだった。そんな攻め来てるからいいか。いいね、あ、フレンドさん使おう。あれ間に合わない。オッケー。はい、これ演出がすごくいいよね。欲しいなぁ、モブがね。めっちゃしてくるな攻撃。シルが入れ直すか次。あ、さっき入れた。あれ？シェルガってさっき出たっけ？出たね、そういえば。何を入れて何を入れてないかが。やくやだな。よし、久々にこう人がすごい活躍した気がする。攻撃面でも今回はグダグダだな。モグの守りなかったら結構やばかった気がする。バイバイ。